まして、ペンネーム、とつこまさんからいただきました。ありがとうございます。リエリー、ウエシャーマ、こんにちは。こんにちは。私のおすすめの脱力方法は、くすぐりです。え？気が張っている時や緊張感がある場で自然な笑いが生まれますし、心の距離も近くなると思います。ぜひ仲良しのお二人でくすぐり合ってみてください。やだ。ただし、おっとあまりやりすぎるとくすぐられることが守ることに必死になって逆に疲れてしまうので注意ですということで、守っちゃいけないんだってよ。守っちゃいけないの？うん。じゃあもう危機を感じたら脱力して、うん、あ、それこそあれだ、怠け者だ、死ぬ時に全身の体の力を抜く怠け者だ。怠け者はね、なんか悟るんだよね最後も、うん、もう無理って諦めるんだよね。じゃあ諦めてもらおうか。レイナに。そうでしょ。じゃあくすぐっていいですか？いや、いけるかな。どこが苦手？どこが苦手？そこを攻める気なのね。いや、そうでしょ。机の下から行こうかな。机の下から。じゃあ、私ヘッドホン外すからリアクションしててね。怖い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 。まだ触ってないじゃん。足の裏をよこせ。やだ。足の裏をよこせ。足の裏をよこすんだ。